ジェンダーレストイレができて起きたヤバいこと5000。30分以上経っているだけの男性がいる。ツイッター動画が回っていました。ますます女性が入りづらいですね。駅の女性トイレが激混み。歌舞伎町タワーのトイレに行きたくない人が、駅のトイレに流れてきて普段より混雑しているようです。鍵が解除されてしまう。個室の小さい方の鍵だけをかけると鍵が解除されてしまい、ドアを開けられてしまう可能性があるそうです。警備員に代価消化聞かれる。男性は警備員に代価消化聞かれ代と答えた場合のみ、ジェンダーレストイレの個室が使えるそうです。マナーが守られていない。個室での立ちションは禁止ですが、便座が上がっていることが多いそうです。これは嫌な気持ちになりますね。いろいろと話題となっているジェンダーレストイレですが、これからどう使われていくか注目したいですね。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。